紅白幕紅白とは赤色と白色の二色。日本において祝いごとに伝統的に使われる紅白二色の組み合わせであり、対抗する二組の組み分けに使われる色でもある。日本の小学校の運動会紅白饅頭、マイクリボンと胸鼻リボン日本における紅白のルーツは原平合戦とされている。源氏が白旗を、兵士が後期を掲げて戦った際に用いられた。 配色であり、対照的な色合いでもあることから、日本において、伝統的に対抗する配色として用いられるようになった。ただし、紅白のルーツについては、他の説も存在する。紅白は晴れを意味し、祝いの席のくれない白幕や、紅白餅、紅白饅頭など、縁起物に用いられている。これは、赤が、赤ちゃんというように出生を意味し、白が、 死生族の色のように死や別れを意味するところから、人の一生を表すという説、または、花嫁衣装の色であるという説、あるいは、日本では、古来から赤飯を炊いて祝っていたことから、赤飯の色であるという説、など様々な説がある。紅白の、紅は、紅のように限定された色ではなく、単に、赤色という意味である。なぜ、赤白とせずに、 紅白とするかというと、赤を漢語に用いて、赤と音読みする場合、赤らら、赤品などのように、裸、剥き出しなどの別の意味を持つためである。この代用的用法は中国語で残っており、赤の意味で、紅が常用され、赤は通常は用いられない。日本で、赤十字社と呼ばれる団体に相当する中国の団体は、紅十字会である。 赤白の羊毛の糸で作った人形マルテニツァ。ブルガリアの伝統的な人形で、3月1日に、親しい人たちに送り合い。手首に巻いたりと、何かしらの形で身につけた後、コウノトリの開来時期に花が咲いて、実がなる木の枝に結ぶ風習がある。ありがとうございます。